疲れ様です。ゆきのです。今回は、フォンテナリア英才で活躍するメインキャストについて簡単にまとめていきます。お嬢様のナヴィア。フォンテナリア英才では、お嬢様役を務めるお嬢様であり、スピナディローツラの現会長。愛用しているアンブレラはガンブレラでもあり、代償を打ち抜くオサレガンブレラでもある。基本的に、フォンテーヌ編は、バラ、表シナリオと、推薦、裏シナリオで、明確に分けられた構図になっていることから、スピナディローツラのナヴィアは、フォンテーヌ編のメインキャストでもある。そして、日本ヨワールドのフォンテーヌでは、英国要素が強いことで有名であるが、デイワットのフォンテーヌでも、英国要素は色濃く描かれており、公式も、フォンテーヌは、産業革命風のスタイルにこだわっていると言及している。ゲーム内でも、フォンテーヌ人が、異常にお茶を飲みまくり、旅人やパイモンから若干惹かれている描写も多かったが、実際に、英国では、お茶文化が非常に有名であり、美味しい紅茶も多く存在する。ナヴィアが常備していた英国式のアフタヌーンセットやケーキスタンドも英国ではおなじみであり、フルアフタヌーンティーという文化にもあるように、おしゃれな文化も多い。他にも、フォンテーヌ音楽のオーケストラ映像にて、ロンドン交響楽団の協力のもとグラスハープアルモニカが使用されている。グラスハープやアルモニカは、イギリスを中心に人気が爆発した演奏手法であり、基本的に、水で濡らした指先を、ガラスのゆかりに触れた時の摩擦によって、共鳴するガラスから音色が生じる。そういう意味では、英国の国歌であるバラと水仙には、物語において、重要な意味があったことが読み取れるようになっている。実際に、イギリスの国歌であるバラの由来は、過去に勃発したバラウォーズでもあり、バラの象徴であるナヴィアが政府に立ち向かうモチーフにも、ぴったりなキャラメイキングになっていた。厳密に言えば、バラの花言葉は、よし、愛などナヴィアを構成する要素が多いのに対して、水仙の花言葉は、うぬぼれ、自己愛など、すべてを個人で背負い続けて、世界に抗ったルネを構成するキャラメイキングになっている。実際に、ゲーム内においても、水仙のルネは、すべてを自分で背負い続けて、水仙十字、不完全な新宇宙の秩序にたどり着いた。このようなルネの人生に対して、パイモンはこのように指摘している。お前こそ、早く、自分の夢から覚めるべきだぞ。世界の滅亡なんて話なら、全世界の人と一緒に解決方法を考えるべきだろうと。要するに、周囲を頼って問題に立ち向かったバラのナヴィアと、周囲の関係を断ち切り、すべてを背負い、問題に立ち向かったルネは、代償的なキャラとして作られているのであった。フォンテナリア英才では、フォンテーヌ編のメインキャストであるナヴィアの演技に注目していきたいところである。部下役のフローレントさん。フォンテナリア英才での役柄は部下役。フローレントさんとは、スピナディローツラの古株さんであり、組織の参謀を頑張っている人物。本編では、スパイ容疑で疑われていた時期もあったが、ナヴィアとは、ナヴィアパパが、存命の頃からの付き合いでもある。ナヴィアパパであるカーレスに世話になっていたため、組織やナヴィアに対する信頼関係も深い。ナヴィアパパ案件があった時には、銃声を聞いて、秒速で、ナヴィアパパの下へとホルスターを持って駆けつけてくれた良い人でもある。フローレントさんは、当時の様子をこのように語っている。事件から数年間が経った今でも、私は、カーレス、さんと呼び続けています。ですが、固執しすぎだと、多くの人に笑われてきました。しかし、カーレスさんの信頼がなければ、私は、今のような生活を送れていません。スピナディローズラでの地位も。他人にどう言われようと、カーレスさんは、いつだって、私の最も尊敬する人物、永遠に私のボスなのです。と、フォンテナリア英才で長年実務で練り上げた部下としての演技に期待が集まるところである。アートディレクターチオリお姉さん。フォンテナリア英才でのアートディレクターを務めるチオリお姉さん。神里兄弟をグザビエに推薦した張本人。アートディレクターとは、主に創作物にかかるビジュアル制作において、芸術表現といった演出などを考えたりするお仕事。芸術表現といった演出の外にも、納期に向けたスケジュール管理なども行いながら、クライアントの要望に応えなければいけない難しいお仕事でもある。そのため、柔軟な発想力、おしゃれなシックスセンス、バズりネタなどの流行を捉える感性も必要だったりする。チオリお姉さんは、稲妻のファッションデザイナーで有名な人物。フォンテーヌでお店を開いており、布の作り方や色合いを研究してるおしゃれな人物でもある。職人気質であるため、自身が制作した服に傷でもつけたらブチギレることで有名であり、服を破こうものなら、
時間無制限の説教タイムイベントが発生する。ただ、彼女のお仕事はフォンテーヌでは有名であり、リネやリネットが着用している服も彼女がオーダーメイドであり、ナビアの服装のデザインも全て彼女が関わっていたりする。他にもキララとも付き合いがあり、荷物の運送を依頼することもあるのだとか。ちなみに、キララが着用しているオサレファッションも、ジュオリが仕立て直してくれたものだったりする様子。正解のカメラマン。フォンテナリア英才カメラマンを頑張る正解の気を持つ高齢者。カメラマンといっても、今回の旅人は映像カメラマンのようなもの。映像カメラマンといっても、お仕事は過酷であり、ディレクターの指示に従って撮影したり、自分で状況を分析して、即戦即決で判断してカメラを回さなければいけない。当たり前だが、ドラマの撮影などは、長時間の撮影になることがデフォであり、悪天候下での撮影や機材を担いでの撮影など、マジで、きつい仕事も、多く、どんな現場でも耐え続けられる鋼のメンタルが必須なお仕事でもある。原神から始めた初心者向けの恒例の補足であるが、正解とは、日本ワールドで、おなじみの星の海。正解は、いろいろな勢力が活動しており、約10億年以上も前から活動している終焉の眉やグノーシスにおける上位存在であるアイオンなども活動している。そして、現時点では、古の正解という新象風景を、固有結界、リアリティマーブルとして展開できるのは、終焉の眉から生み落とされた、とある人物だけである。ただ、デイワット大陸では、初代天理様が、宇宙と世界の縮図を隔離して、デイワットを、規則の力で縛り、運命を定めた時に、幕、偽りの星空で、正解とデイワットを隔離したとされている。そして、初代の天理様が、宇宙と世界の縮図を隔離したのは、デイワットを、正解の侵略から守るためであった伏線も貼られている。公式では、当時の初代天理様の行動をこのように定義している。宇宙そのものは、まるで海原のようだ。しかし、現実的な考えならば、生命に満ちた深邃な宇宙が本当に存在するなら、なぜ、それらの生命は、未だに、デイワット人との開口を果たせていないのだろう。もしかすると、宇宙は、デイワットへと侵入し続けているのかもしれない。より上位の意志が、彼ら、正解勢力との境界を定めたのは、おそらく、この世界、デイワットを守るためだろう。と、なお、日本ワールドではおなじみであるように、世界の外から来た変数は、約束された勝利の変数みたいな存在が多いため、今後の旅人たちの動向に注目していきたいところである。余談であるが、正解を超えてきた存在が、デイワットで降臨者と呼ばれているわけではない。実際に、ルネ・ド・ペトリコールは、デイワットを、終焉の運命から救済するために降臨者を目指しており、レインドットも、原初の人間計画を実行して、降臨者と関係のある実験をしていた。そして、ゲーム内では、降臨者、デセンダールは、このように語られている。大海洋に眠る、この一文も、とても興味深い。この単語は、もし、スメールの古語で書く場合、ナライエンと読むべきで、もう一つの意味は、原初の人間だ。これこそが私の目標。すべての外来のものが、降臨と呼ばれるわけではない。一つの世界に匹敵するような、強い意志こそ、降臨と呼ばれる。いかにして、世界を守り、世界を維持し、世界を滅ぼし、世界を作る強い意志になれるか。と、要するに、正解を超えて、デイワットに侵入した存在のすべてが、降臨と呼ばれるのではなく、世界を、包容できる強い意志が、降臨と呼ばれている。整理すると、降臨者で亡くなった正解の気を持つ双子の片割れは、すでに、メンタルブレイクしている伏線が張られているのであった。フォンテナリア英才で、過酷なカメラマン業を務める旅人が、メンタルブレイクしないように見守っていきたいところである。天空のスクリプター。フォンテナリア英才で、スクリプターを頑張る、天空の装飾持ちのパイモン。スクリプターとは、会社で例えると、部署の管理係のような役回りを担うお仕事であり、撮影の、準備から始まり、映像の編集や音声チェックから仕上げまでを行う重要なコーディネーターでもある。多忙を極める仕事であるが、本編でも喋りめくるパイモンなら問題ないであろう。パイモンは、未だに謎が多いが、パイモンは、天空ファッションの服装を着こなし、エリナスなどのアビスをある程度は無効化できる能力を保有している謎生物。デイワットにおいて雷元素を使用すれば浮遊も可能とされているが、パイモンが、どういうメカニズムで空中に浮遊しているのかは未だに語られていない。ただ、正解の虚数エネルギーを使用すれば当たり前のように空中浮遊している事例も多いため、深く考えても
意味のない議題なのかもしれない。補足であるが、天の釘の本質は霊光の力と同種であることが判明していることから、アビスに侵されたカーン類や神野元素7竜のハペプ君、魔人などよりも上位の力と性質を秘めていることが読み取れるようになっている。実際に霊光の力とは、アビスの影響を消し逆転させられる性質を保有する力の一種であり、漆黒の力、アビスと霊光の力は規則上同階くらいにあると定義されている。作中では漆黒の力、アビスと霊光の力も規則を書き直せるレベルの力を備えていると言及され、漆黒の力、アビスと霊光の力の性質はゲーム内ではこのように定義されている。アビスの本質は、詰まるところ元素とは相容れないものだ。だが、たとえ神の元素であっても、それに飲まれて歪められれば、やがて神髄なる意志の道具になり果ててしまう。結果や効果の観点から簡単に言うなら、いわゆるアビスというのは、法と右断が持っている元素力に満ちた容器のようなものだ。そして、複雑に言うならば、神の目とさほど大差のないものだろう。整理すると、漆黒の力、アビスの力は、元素を侵食する性質を持つため、元素より上位のエネルギーだとされているが、漆黒の力、アビスの力は、霊光の力を侵食することができないため、霊光の力は、元素より上位のエネルギーなのである。そして、天の主、ザ・マスター・オブ・ザ・ヘブンズ・ガテイ・ワットに打ち込んだ天の釘には、大地を修復する機能が備わっていることが、ゲーム内の家臣様の発言から明らかになっている。要するに、パイモンも、初代天理様や天空の使者である、家臣様たちと同様に、天空勢力に関係のある種族である伏線も多いため、エギリアを創造したり、人間の管理をしたりと、働き者が多い天空勢力のことを考えると、パイモンもスクリフターというお仕事はお似合いかもしれない。有名プロのグザビエ。みんな大好きグザビエ君。いつも、トラブルの中心にいるが、責任感は強く、稲妻でも、都心案件では大活躍したメンタルイケメン。今回は、フォンテナリア AA 祭でプロデューサーとして登場。なお、フォンテナリア AA 祭とは、とある伝説に登場する純粋精霊を探し出して、エギリアを連れ戻した純粋騎士を記念して開かれるようになったお祭りである。補足であるが、エギリアとは初代フォンテーヌのアルコーンであり、天空の使者たちが創造したテイワットさんの大海の代替心臓でもある。原初の時代に、初代天理が、星界を越えてテイワットに侵入した際に、地元を仕切っていた元素7竜を誇りまくった際に、原始大海の心臓であった初代水竜の心臓をハートキャッチしてえぐり抜いたことがあった。その時に代わりの心臓を作る必要があったので、初代天理の部下であった家臣様たちのような天空の使者たちはテイワットの材料を利用してエゲリアを創造した。そのためエゲリアはテイワットの支配権を元素7竜から勝ち取った天理様の持ち物であった原始大海の監督責任者として業務命令を受ける形でフォンテーヌで活動を始めた。ただ、エギリア監督は、天理の持ち物であった原始大海を、利用料も許可を得ることなく、無断使用して、純粋精霊を人間に置換しまくってしまった。こうして、エギリア監督は、天理の原始大海を勝手に使って、ごめんねごめんね事件を起こしてしまったため、フォンテーヌのアルコーンは、罪の烙印を押される羽目になった。こうして、フォンテーヌのアルコーンの継承には、罪の烙印も一緒に継承されるという、ややこしいことになり、フリーナちゃんが苦労することになるのであった。シュブルーズ。シュブルーズとは、特巡隊隊長を頑張る、おかわいい人物。補足であるが、フォンテーヌの基本的な治安維持は、大きな区分で言えば、識別艇、特巡隊、マレショーセ・ファントム、バレ・メルモニア、メロピデ要塞などで構成されている。基本的な流れは、フォンテーヌで事件が発生すると、識別艇が捜査を始めるところから始まる。そして、特巡隊、またはマレショーセ・ファントムは、識別艇で解決できない事件が発生した時に出動する部隊である。厳密に解説すると、識別艇に属する人間やロボは、普通の事件を担当しており、特巡隊は、識別艇の一般隊員が手に負えない凶悪な犯人が暴れ始めたら出動する精鋭部隊である。そして、事件の犯人は、最終的に、パレ・メルモニアで同志裁定カーディナルを用いた採決を受けて、有罪であれば、メロピデ要塞に送られることになる。ちなみに、特巡隊は、識別艇に所属する精鋭部隊であり、マレショーセ・ファントムは、最高審判官様直属の特別捜査機関なのである。シュブルーズは、ゲーム内性能も優れており、
シュブルーズがパーティに属しているとダッシュスタミナが抑制されるという探索の人権キャラでもある。部下に厳しいスパルタ上司であり、待機中はボンコロワッカリングを頬張り食いまくる上司でもある。本人曰く、ボンコロワッカリングのような軽食は携帯性に優れており、ソースなどの調味料を組み合わせることでハッピーになれるとのこと。彼女は基本的に仕事熱心でもあり、リオセスリもこのように絶賛している。特巡隊に世話になった囚人は基本おとなしい、あの隊長さんのおかげだなと。他にもボーモント工房に行って銃に使う高価な精密パーツを買うなど、さすがにお給料も良さそうな生活を送るシュブルーズ隊長であらせられる。ちなみにシュブルーズが使用するマグナムブレッドは彼女が小説を読んでいる時にひらめいた名前なのだとか。その小説では主人公はスキル名に専門用語を使用すると仲間のテンションを上げ上げにしてボコり合う対象を萎縮させる効果があるとして専門用語を多用する主人公であった。この小説を読んでいた当時の様子をシュブルーズ隊長は語る。へえ、一理あるね。こうして彼女はマグナムブレッドを命名して日々のお仕事を頑張っているのであった。今回は以上で終了となります。